皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、この間、歯医者に行ったら待合室でも、治療室でもずっと、トムとジェリーの映像が流れていたんだぜ。あんな大昔の動物アニメが未だにそんなところで使われていることにびっくりしたんだぜ。トムとジェリー、なら音がなくてもストーリーがわかるし、子供も夢中になれるから歯医者さんにはぴったりなのかもしれないわね。日本の歯医者で、トムとジェリー、が流れているということは、ひょっとするとアメリカの歯医者では、ガンバの冒険、が流れているんじゃないのか。バカね、そんなわけないじゃないのよ。それにしても、ガンバの冒険、って、ずいぶん懐かしいわね。日本にもアメリカに負けない動物アニメがたくさんあるんだぜ。よし、じゃあ、今回は懐かしい昭和の動物アニメについてゆっくり解説していくよ。それは楽しみなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。ガンバの冒険は1975年4月から9月まで日本テレビ系で全26話が放送されたテレビアニメだったわね。ガンバ、ガンバ、ガンバと仲間たち、尻尾を立てろー、ほっほっほー、ほっほっほー、アホードリーガーついてゆくー。キャラクターの名前は覚えていなくても、昭和世代の人なら、みんな主題歌を覚えているんだぜ。原作は児童文学作家の斉藤敦夫さんが書いた冒険者たちガンバと15匹の仲間で、原作では主人公のガンバと15匹の仲間が登場するのに対し、テレビアニメ版では7匹に減らされているのよ。ガンバの冒険は児童文学が原作だったんだな。ドブネズミが主人公の児童文学なんてなかなかないんだぜ。もう少し後の作品だったらザ・ブルーハーツのリンダリンダが主題歌に採用されたに違いないんだぜ。単に歌詞にドブネズミが入っているだけじゃないのよ。ガンバの冒険はガンバリアさんのガンバを中心とした7匹のネズミたちが巨大な白いたちの呪いを倒すために冒険の海へ船出するという物語だったわね。あう、赤い目をした巨大な白いたちの呪いの姿に昭和のちびっ子たちは震え上がったんだぜ。主人公のガンバは無鉄砲で喧嘩っ早く、負けず嫌いな性格のネズミ、親友のボーボに海を見せるために旅に出、港にやってきた時に、呪いのいる島への地図を持ったチュータに、呪いたちをやっつけてほしいと助けを求められるのよね。ガンバはネズミのくせに、大きなボタンのついたアニマル浜口みたいな真っ赤な服を着ていたんだぜ。ガンバの声は、ドラゴンボール、の孫悟空、銀河鉄道999の星の鉄郎などで有名な野沢雅子さんが担当していたわね。ガンバの親友、ボーボは見るからにのんびり屋のくせに、人一倍食いしん坊で、旅の途中で自慢の花を生かして、何度も食料を探し出し、みんなを助けていたんだぜ。臆病者で普段はみんなの足を引っ張り気味のボーボが、時として勇気を振り絞って敵に立ち向かう姿に、昭和のちびっ子たちは勇気づけられたものよね。よいしょはかつて呪いに襲われて右目を潰されたために、眼帯がトレードマークの船乗りネズミの船長だったわね。根っからの親分肌で、恋人や子分がいるにもかかわらず、ガンバたちと共に旅に出るんだぜ。仲間の中では一番大きな体で、情に熱く涙もろいキャラクターが昭和っぽくてよかったんだぜ。渦巻き状のメガネがトレードマークの学者は、よいしょの幼馴染で、物知りで頭のいい学者肌のキャラクター。尻尾が短いことを気にしているくせに、尻尾が短いのは進化の証だ、といつも強がっていたわね。声は宇宙戦艦ヤマトで古代進を演じた富山圭さんが担当していたわね。あんなぐるぐるメガネはよいしょかドカベンの岩木くらいしか描けないんだぜ。いつも二つの黒いサイコロを肌身離さず持っているイカ様は、サイコロを使ってイカ様をしたり、時には占いや武器として使用していたわね。声は忍者ハットリくんの堀純子さんが担当していたわね。青いオーバーオールみたいな服がトレードマークだったんだぜ。口が悪く、ちょっと一匹狼でニヒルなところがあったけど、足が速く、本当は仲間思いのいいやつなんだぜ。港に着いたガンバたちが、最初に出会ったのが、医者ネズミの詩人だったわね。自称、専門は医者で本職は詩人、という風変わりなネズミで、優れた聴力で仲間たちの危機を察知することもあったわね。いつもヨレヨレの帽子をかぶって、落花生の殻を濃淡代わりに、酒を飲んでは詩を読んでばかりいるんだぜ。そして故郷の島が呪い一族に滅ぼされかけているピンチに、救いを求めてやってきたのが、泣き虫で体格も一番小さいチュータだったわね。呪いのいる島への地図をいつも大事そうに持っていたよな。昭和のちびっ子たちは、
シュータの勇気ある姿に、随分と勇気づけられたもんだぜ。主人公のガンバを含む7匹のネズミたちが戦う相手が、真っ白な体に真っ赤な目を持つ巨大イタチの呪いだったわね。シュータたちの住んでいた夢見ヶ島のネズミが絶滅寸前になるほど荒らし回る怪物イタチとして描かれ、昭和のちびっ子たちを震え上がらせていたわね。呪いの声はゲゲゲの鬼太郎のネズミ男、バビル2世の読みなどを演じた大塚千佳代さんが演じていたわね。夢見ヶ島に住むネズミたちを、部下のイタチたちと共に残虐な手段で殺すシーンにドン引きしたもんだぜ。呪いは自分の体と同じ白い色に異常な執着を見せる変態イタチだったんだぜ。呪いたちを島を取り巻く激しい渦潮に誘い込んだガンバたちだったけど、それでも生き残ってネズミたちに襲いかかる呪いに、ガンバたちが全員で噛みついて、ついに呪いを倒すのよね。ガンバの冒険、は同じネズミが主人公なのに、トムとジェリー、とは違って夢に出てきそうなアニメだったんだぜ。その点、山ネズミロッキーチャック、はほのぼのとして心が温まるテレビアニメだったんだぜ。山ネズミロッキーチャック、は1973年1月から12月まで、フジテレビ系列で毎週日曜19時30分から前後12話が放送されたカルピス漫画劇場の第5作目にあたるテレビアニメだったわね。ええ。1973年、昭和48年じゃないか。山ネズミロッキーチャック。って、そんなに古いテレビアニメだったかな。それじゃあ、アルプスの少女ハイジ、より古い作品なのか。そうだよ。山ネズミロッキーチャックの次に放送されたのが、アルプスの少女ハイジ、だったからね。緑が森の、日だまりは、カークレンボするのに、良いところ、まあだだよー、まあだだよ。尻尾の光った山ネズミ、一番初めに見つかったあー。このシリーズの主題歌はどれも爽やかで素敵な曲ばかりなんだぜ。山ネズミロッキーチャックの主題歌、緑の日だまりは、元参議院議員で、ジャリンコチエ、などの声優で知られる中山千夏さんの作詞で、ひょっこりひょうたん島で知られる宇野誠一郎さんの作曲、歌を歌っていたミッチーとチャタラーズのミッチーは、キャンディーキャンディーの主題歌で知られる堀江光子さんだったわね。作詞、作曲、歌、どれをとっても昭和のアニメソング界を代表するような素晴らしい名曲なんだぜ。山ネズミロッキーチャックの原作となったのはアメリカの作家ソーントン・バージェスが、1969年から1972年にかけて出版した子供向けの絵本、バージェス・アニマル・ブックスで、テレビアニメ化に際してウッドチャックのジョニーチャックをロッキーに名前を変えて主人公として描いたんだよ。昭和のちびっ子たちは山ネズミというタイトルに特に違和感を感じなかったけど、今考えたらよくわからないんだぜ。そのウッドチャックっていうのは子供を噛むカピバラみたいなものか。どこかの動物園と一緒にするんじゃないわよ。原作絵本で描かれているウッドチャックは北アメリカに広く分布するマーモットの一種で、低地の開けた平野や森林地帯の端に生息し、危険を感じると、口笛のような高い警戒声を上げて、仲間に知らせるのが特徴なんだよ。日本では馴染みのない動物だから、日本語に訳するときに山ネズミにしたんだな。主人公のロッキーチャックは家族と離れ、緑が森にやってきた山ネズミの男の子、好奇心が旺盛で穴を掘るのが大好きなキャラクターだったわね。山ネズミロッキーチャックは動物が主人公で、動物同士は会話できるけど、人間たちの話していることは理解できないという設定だったんだぜ。ロッキーチャックには同じ山ネズミのポリーというガールフレンドがいて、キューティーハニーやルパン三世の峰藤子を演じた増山栄子さんが声を担当していたわね。なんだかそんなことを言われたら、ポリーが急にセクシーに見えてきたんだぜ。緑が森にはおしゃべり好きのウサギのピーター、いたずらも大好きなカケスのサミー、頭の良さを自慢するリスのチャタラー、ちょっとドジなアライグマのボビー。緑が森にダムを作ったビーバーのパティ、北の国からやってきた大きなクマのバスターなどいろんな動物がいたわね。悪さばかりするキツネのレッドや、そのおばあさんにあたるグラニーばあさんもいたんだぜ。そんなレッドにも苦手としているキャラクターもいたよな。黒ネズミのビリーおじさんだね。他にもざわざわ川に住むカワウソのジョーや天のハリー、人参が大好きな夜行ネズミのジェリーなど、登場キャラクターは数え上げたらキリがないわね。物語は親元を離れたロッキーチャックが、緑が森でいろんな動物と触れ合いながら、いろんな経験を経て成長していくストーリーだったけど、人間は基本的には動物に害をなす敵として描かれていたんだぜ。
罠にかかった緑が森の動物を助けたり、食べ物を与えて可愛がってくれるトム少年は、例外的な人間だったわね。ロッキー・チャックは基本的には動物たちが主役だからな。多くの動物キャラクターの声を演じた方の中には、有名な声優さんがたくさんいたような気がするんだぜ。そうだね。キツネのレッドは宇宙戦艦ヤマトの古代進むを演じた富山圭さん、カワウソの女王はルパン三世の山田康夫さん、他にも多くの有名声優さんが出演していたわね。ガンバの冒険、と同じように、ヤマネズミロッキーチャック、でも登場する動物たちを擬人化していて、キャラクターたちはみんな服や帽子をかぶっていておしゃれだったんだぜ。そうだね。物語はロッキーが冤罪で森を追い出されそうになったり、ビーバーのダム建設をめぐって推理権で揉めたりとシリアスな話が多く、たびたび人間との軋轢が描かれるようなストーリーだったわね。昭和のちびっ子たちはこういう名作アニメを通じて、知らないうちにいろんなことを学んだんだぜ。小さな子供のいる家庭はディズニー作品もいいけど、昭和の動物アニメもぜひ見せてあげてほしいんだぜ。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。リクエストがあったらコメント欄にじゃんじゃん書いてほしいぜ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また来てねー。